皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学、比例と反比例の3回目、今回は比例の式を求める練習、これをやっていきます。比例の式、形が決まっていました。それは y イコール ax と、こういう形でしたね。でここで a のことを比例定数、このように呼びました。では練習に入ります。 1. y は x に比例し、 x イコール2の時 y イコール8です。括弧1 y を x の式で表しましょう。この問題の意味は、答えは y イコール ax という形で書きなさいよと、こういう問題なんですね。 y イコール ax、 ここでは x の値と y の値が分かっていますから、 a がいくつになるか、これを調べます。 y は8、 x が2ですね。ですから8イコール a かける2になるので 2a と入れ替えると 2a イコール8と、両辺を2で割って a イコール4となるので、答えは y イコール 4x と、これが答えです、ね、y イコール 4x と。括弧に比例定数を求めましょうと。比例定数ってA のことでしたよね。 A は4だったので答えは4ということになります。では2番です。 Y は X に比例し、 X イコール3の時 Y イコールマイナス18です。これも X と Y の値決まっているので、 Y イコール AX のところの X と Y にこの値を代入していきます。つまりマイナス18は a かける3なので 3a、 ね、3a イコールマイナス18となって、両辺を3で割ると a イコールマイナス6、このようになります。比例定数はマイナス6なので、この答えは y イコールマイナス 6x と、こうなるんですね。では括弧2番です。 x イコールマイナス4の時の y の値を求めましょうと、こういう問題ですね。2番の式 y イコールマイナス 6x だったんですね。そして x がマイナス4の時ということは、 y イコールマイナス 6x の x のところ、これにマイナス4を代入して計算しなさいということですから、 y はマイナス6かけるマイナス4、計算すると24なので、答えは y イコール24、こう書けばいいわけです。今回は比例の式を求める練習、ね、問題を2問解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。